先週末より深い眠りに陥った人がそのまま目覚めなくなるという症状が連歌市にて多数確認されています。連歌市脳科学協会によると、昏睡者のバイタルサインは安定しており、命の危険はないとのことです。脳波にも異常は見られず、単に夢を見続けている状態と推測されています。海外の研究者数名とアポイントを取っています。すでにデータは送付しましたので、確認次第検証に入るとのことです。関連各社への出資審査を開始しました。出資受け次第専門の開発チームが発足します。その線で調査を進めてくれ。脳科学協会への方は俺が直接当たる。プラン C で進めろ。はい。このプロジェクトには大きな社会的意義がある。 CEO も直々に陣頭指揮を取られている。全力で行くぞ。はい。僕にも信者たちも頑張ろう。そっちの資料を取ってくれ。コーヒーの風味が生きてる。電化タワーの電磁波発生装置を破壊したことで、各地で起きていたイボルバーの暴走は食い止められたけれど、キラ無事だよね。簡単にやられるわけないよね。あなたはヒーローなんだもの。連絡はずっと途絶えたまま。キラからもゼンからもハクも。何があったの？その怪我。お前は何も心配しなくていい。少し片付けることがある。それが済めば必ず戻ってくる。パパ、みんなのために私に何ができるのかな。各地に広がり続けている昏睡症候群についての続報です。昏睡状態に陥る人の数は増加の一途をたどっています。眠ることを恐れる動きも一部で見られており、これについて脳科学協会は過度に…まだ何も終わってない。むしろこれからが始まりだと私の中の何かが告げている。壊させるものか。みんなが傷だらけで守ったこの世界を、これ以上。クイーン、その遺伝子を持つ者はイボルバーと呼ばれる特殊能力者たちにさらなる力を与え、未来を開く。クイーンが真に目覚めるとき、世界は進化を遂げるのか。あるいは星の涙空に散らばって祈りは届かぬまま消えてゆく。抗える定めに押しつぶされても、繋いだ手は決して離さない。傷だらけの希望を私たちは早速、連歌市に拡大している昏睡症候群についてリサーチを開始した。原因は未だ不明。対策本部は眠り続ける患者を脳科学協会へ移送。観察、研究を行いつつ栄養補給を施し、彼らの生命維持に努めている。特徴的なのは
眠り続ける人々の多くが10代から30代の若者であることだ。普通じゃないよね、やっぱり。脳科学協会でもいろいろ調べてるみたいですけど、目覚めた人はまだ誰もいないらしいって。よっぽどいい夢でも見ているのかしらね。見てくれよこれ、眠ってる人たちの家族の目撃証言。最新の熟睡に陥った人たちの一部に普通じゃありえない症状が起きたって。いきなり発火したとか、体の一部がカチコチに凍ってたとか、周りの電化製品がショートしたとか。何それ。脳科学協会に行ってみる。気をつけてくださいね。この騒ぎがブラックスワンによるものだとしたら、シモンも。今までどうしてたの？私ずっと連絡してて。乗れ、脳科学協会へ行くんだろ。おおむねお前の推測通りだ。ブラックスワンは人々を催眠ガスで深く眠らせ、その深層意識に何らかの手段で干渉することでイボルを覚醒させようとしている。そんなことできるの？論理的には可能だろうが、イボルの発言には精神状態が深く関わっている。夢に描き出された記憶、風景、内なる欲望、それらを強く刺激し呼び起こすことで内なる力を覚醒させる。それって脳科学協会は歴史ある組織だが、現在はその大半がブラックスワンの息がかかった研究者で占められている。ダッシュボードに協会の内部地図が入っている。着くまでチェックしておけ。何から何まで、ファーレイの CEO 様はいつから探偵業務もするようになったんです？お前が現場に突っ込んでいくのは分かりきっていたことだからな。俺がフォローしてやる方が早いし、何より安全だろう。どうした？なんか止めないんだ。いつもならお前のようなバカが突っ込んでいって何ができるとかって嫌味言って怒るとこじゃない？怒ってほしいのか？違うけど、調子が狂う。今までどこに行ってたの？サイさんもファーレイでもみんなすごく心配してたんだよ。未来を見てきた。どういうこと？イボルの暴走でワームホール、異なる時空間との境界領域に落ちた。そこで見えた風景の中に、この時空からおよそ10年後に相当する世界があった。最初は多少混乱もしたが、今はもう問題はない。問題大ありでしょ。そんなことまでできちゃうなんて。未来の世界、私たちの未来はどうなってるの？この事件のせいで。まさか。平和だ。何事もなく繁栄し、人々は幸せに生きている。昏睡やイボルに関する情報は一切なかった。早期に解決されたのだろうな。お前も元気だった。この俺ですらアポイントは3日前に取り付けねばならないほど忙しくしていた。未来の私、そんなに活躍してるの？その成功者はなんとスーベニアで食事をたかっていた。聞きたいか、彼女がどうやってサイさんからパスタの大盛りを。いい、もういいって。そっか、未来はちゃんと続いてるんだ。全の周到な下調べのおかげで、私たちはブラックスワンの計画に関する詳細なデータを入手できた。電化市全域に散布された特殊な催眠ガスは、イボルバーではない人にだけ作用し、昏睡状態に陥らせる。自意識を奪われた彼らの脳に特定のパルスを持った電磁波で干渉することで、夢を見せイボルの覚醒を促すのだ。ただし夢で得たイボルが
現実の肉体に適合する確率は極めて低い。イボルバーとして覚醒できなかった人々は生存率 0.01%。 ほとんどの人間はイボルバーになることなく死んでいくことになる。新たな世界に適応できる者は敗北者として滅びるしかない。ハデスが言ってたのはこのことだったんだ。研究棟西エリアに侵入者を確認。各セクションは対応を開始。行くぞ。者が脳波に干渉し目覚めを促す機器の開発を始めている。だがブラックスワンの作った夢から逃れられた者はまだいない。これ以上の被害だけは絶対に止めなくちゃ。あ、イボルバー、これ以上の抵抗は無意味だ。ブラックスワンとの戦いは我々が引き継ぐ。彼らは今や世界秩序を乱す存在だ。イボルバーはこの世界にはまだ早すぎるのだよ。彼らは混乱と破滅しか引き起こさない。だから殺すと。そんな権利は誰にもない。君のイボルはすでに限界を超えている。きっかけは例の電磁波だろうが、信念を失い自らの無力を思い知った君にはもはや力は残っていない。安心したまえ。この世界の秩序と正義は我々が守っていく。違うな。俺たちの銃弾が人々を守るために撃たれるんだ。その世界からは彼女の存在は消えていた。イボルの暴走により垣間見えた10年後の可能性の世界。何事もなく平穏に人類の繁栄が続くその世界で、ただ一つ彼女の存在だけが拭い去ったように消えていた。まるで初めから彼女という存在が生まれても来なかったかのように。それから俺は暴走したイボルを制御する術を覚え、幾度となく時空を覗き得意点を求め探り続けた。世界に何が起きたのか、なぜ彼女が失われるのか、何度も何度も。彼女が失われない未来を今度こそ導いてみせようと。
だが彼女は。やめろ！繰り返すたび思い知らされる。何度でも強く立ち上がり、諦めず前へ進み、みんなを守ろうと戦い、傷つき犠牲になっていく。それがお前だというのなら、俺はお前のそばで共に戦い、運命を変えていくと決めた。リボルバーを。行くぞ。私はなんで動けてるの？いろいろあった。あそこで一緒に止まっている方がいいのか。違うけど、イボルバーの時間も止められるようになっただけじゃなくて、止める相手を自由に選べるってこと？おそらくだが、イボルは経験に合わせて進化するようだ。進化って反則すぎない？無制限というわけではない。限界はあるぞ、一応な。動き出した進化の針を止めることは何人にも不可能だ。今まで廉価史で行われてきた全ては予備実験に過ぎ、我らの放つ電磁波は間もなく世界中に広がり、全ての人を進化の夢へと誘う。イボルを進化させるクイーンの遺伝子、お前が持つ特殊な脳波のデータから作り上げた覚醒の電磁波が人類を選別し進化を導く。クイーン、お前こそが人類を淘汰するのだ。そもそもこのシステムのプロトタイプはお前をクイーンとして覚醒させるためにあのアレスが作ったものだ。まあ、やつは失敗したようだな。になんか負けない。ならば待っているぞ、クリーン。歩みを止めぬものよ。その道の進む先に。今の私？ああ、それがお前の真の力。覚醒を遂げようとしているクイーンの力だ。絶対に逃がすな。捕獲して敷地内に引き戻すんだ。外の部署にも。お前たちに命じる。ここでは何も起きていない。誰も侵入していない。持ち場に戻って通常業務を続行しろ。俺のイボルが進化したように、お前のイボルも新たな力を持ち始めたのだろう。クイーンだけが指し示せる進化の先に待つ未来、それを実現するための力。その光の前にハデスの操る闇など叶うわけがない。私の力を使えばハデスを打ち倒すことができる。前にね、ある人が言ったの。悪いのはクイーンの力を利用しようとするブラックスワンであって私じゃないって。その時は正直救われた気がした。でもね、今は少し違うのかなって。確かに今の状況はブラックスワンのやったこと。でも私も無関係じゃない。私のクイーンの力がみんなに危機をもたらしているのなら、
私自身の手で決着をつけなくちゃ。私の力はきっとそのためにあるの。ハデスを止めて、あなたが見た素敵な未来を必ず実現してみせる。大丈夫、ハデスなんかファーレイの業務報告会に比べたら全然怖くないんだから。ああ、お前は俺の与えた試練を全て超えてきたんだからな。わざわざ送ってくれてありがとう。どうした？何か見えたのか？ハデスの居場所が分かったの。シモン、あなたは本当に他の多くの人々を犠牲にしてもそれでも世界の進化を望むの？始めようとしても不意に心揺れ動き、肝心なところでいつも躊躇ばかりして、冷たい風が運んでくる冬の物悲しさにため息を一つ空に浮かべた。しいのですか？あれはこれまで何一つ私の役に立つことはなかった。これでようやく生まれてきた意味を得たのだ。あれ自身が選んだことでもある。望む世界を得るための力を。待ってろ。お前は信じる道を進めばいい。君ならやれるよ、ポテチ姫。君の力はそんなものじゃないはず。俺はお前の未来にかける。第12話、絆。